実際の活動弁士から手ほどきを受け、撮影中も稽古を重ね役に打ち込みました。この活弁という作品でこの場に立てていることがとても嬉しく思います。やっぱり僕だけの力では到底こんなところに来れるような、人間ではないんですけども、今日美術の磯田さんと一緒にこの場に立てていることがやっぱり何よりも嬉しく思っております。今日はよろしくお願いいたします。航空券が贈られます。このような賞をいただきありがとうございます。男優主演賞ということでとてもありがたいんですけども、正直個人的な喜びの感情というものがなかなか湧いてこないで、お世話になった方々の顔ばっかりが浮かんできています。まずはそうですね、選んでくださってありがとうございます。そしてこの会場にもいらしてます須尾監督にもありがとうございます。そして現場のスタッフ、プロデューサー、宣伝部の方々にありがとうございます。そして何よりこの活弁という作品で僕の活弁を指導していただいた坂本来光さんに本当に感謝を述べたいと思います。ありがとうございます。これから主演としてどんどん作品をやっていくんですが、どうなるか分かんないですけど、今後の日本の映画界もどうなっていくか分からないですけど、自分を信じて他の人たちを信じて面白いものを作っていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。この場にまた帰ってこられるように頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。活弁ではやっぱり一番弁士としてね、まあ、よく覚えたなと思いますけれどもね。そうですね、院前の4ヶ月とクランクインしてからの3ヶ月なので半年ちょっとぐらいもうみっちりやったので、まあ、それは覚えられます。どういう俳優さん役者さんを目指していきたいでしょうか。また素を作品に出られるようになりたいです。なんかイメージはありますか、こういう役をやってみたいなみたいな。いやもうそこはもう須尾さんにお任せしますので。じゃあまたコンビ期待しておりますので。いや今日はね、今日会っとかないとしばらく会えないかなと思ったんで。忙しいからね。改めてお礼を言いに来ました。はい、本当におめでとうございました。おめでとうございました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。いいコンビネーションですね。本当にそうですね。素晴らしいです、監督と役者さんのコンビネーション。